新型コロナウイルス感染症の世界的流行を国、地域ごとの新型コロナウイルス感染症流行状況、ヨーロッパにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況、イタリアにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況、イタリアにおける2019年、コロナウイルス感染症の流行状況では、イタリアにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況について述べる。なお、 統計上を含む一部の情報は、サンマリノバチカンのそれを含む場合がある。イタリアからの入国者に新型コロナウイルス感染が検出された国2020年1月30日に、中国から入国した観光客の感染が発覚して以来、イタリア政府は非常事態を宣言し、中国本土との間の航空便を停止させた。しかし、2月下旬から、北。 イタリアを中心に原因不明の感染源による感染が急激に増加していたため、イタリア政府はロンバルディア州とベネト州のいくつかの町を封鎖した。また、人々の流動により、新型コロナウイルスの感染は、国内の他地域や多くの国々にも拡大している。3月11日までに、イタリア国内で5万4000件以上のウイルス検査が実施され、 12,462人の感染者が見つかり、827人が死亡、1,045人が回復している。1月30日、23日にミラノに到着し、ローマで体調不良となった中国国北省から来た観光客の夫婦二人の感染が確認された。2月6日、2月2日に、 チャーター機で帰国したイタリア人のうち29歳の研究者の感染が確認された。帰国当初は無症状であったが、数日後に発熱があったため、チェッキニョーラの陸軍施設に移送された。2月20日、ローディ県ドーニョで一人の感染が確認された。当該患者は中国への渡航歴がないが、国内で中国から帰国したイタリア人の友人と会食をした。 2月21日、ベネト州で、パドバ県防在住の二人の感染が確認され、うち78歳、男性一人は21日に、州内の病院で死亡。また、ペーシエント1との関連がある、ロンバルニア州のカザルプステル連合、コドーニョ、カスティリオネだったなどの町で、医者5人を含む14人の感染が確認された。そのうち、 6人の感染者が出たコドーニョは、イタリア政府により封鎖された。2月22日、ベネト州のボーや、ミイラなどの町で、合計15人の感染が確認され、ボは、イタリア政府により封鎖された。ロンバルニア州のセスト・サンジョバンに、カザルプステルレンを、コドーニョ、カスティリオネだった、ホンビオ、マレーオ、ソマーリア、ベルトーニコ、テッラノーバ、デーパッセリーニ、 カステルジェルンドサン、フィオラーノなどの町で合わせて39人の感染が確認された。そのうち、セスト・サン・ジョバンニを除く10町もイタリア政府により封鎖され、戒厳令に従わない場合は、刑事罰を受ける可能性もあるという。また、カザルプステル連合在住の78歳、女性1人が2日に自宅で死亡。さらに、ベネト州とロンバルディア州に隣接する。 エミリア・ロマーニャ州で2人、ピエモンテ州のトリノでもロンバルディア州の感染者と接触したことのある1人の感染が確認された。2月23日、新たにロンバルディア州でバルテッリーナ在住の17歳若者など58人、ベネト州で8人、エミリア・ロマーニャ州で7人、ピエモンテ州で5人、トレンティーノ・アルト・アディジェ州の3人の感染が確認され、 ロンバルディア州のクレーマで、トレスコーレクレマスコ在住の68歳、女性1人が死亡。なお、衛生当局は未だにこの地域の感染源である、ペーシェントゼロを追跡することができない。2月24日、新たに、ロンバルディア州で59人、エミリア・ロマーニャ州で9人、ベネト州で7人の感染が確認された。同日、ロンバルディア州のベルガモで、ビルディ、 リオ在住の84歳男性、カゼッテランディ在住の88歳男性、ミラノでカスティリオを狙った在住の75歳男性、コモでカスティリオを狙った在住の62歳人口、透析患者男性が死亡。2月25日、新たにロンバルディア州でミラノの医学院生2人を含む68人、ベネト州で13人、エミリア・ロマーニャ州で8人、 トスカーナ州で2人、シチリア州のパレルモで3人、トレンティーノ・アルトアディチェ州で1人、リグーリア州で2人の感染が確認された。中南部での感染者はいずれも北部出身者あるいは北部への旅行歴がある人と見られる。同日、ロンバルディア州で、ネンブロ在住の84歳男性。3、フィオラーノ在住の91歳男性、コドーニョ在住の83歳女性。 ベネト州で、トレビーゾ在住のシチリアとメッシーナ出身の76歳、女性、エミリア・ロマーニャ州で、ロンバルディア州、ローディ在住の70歳男性が死亡。また、イタリアで撮影中の映画、ミッション、インポッシブル7の撮影が中止。2月26日、セリエシーの US ピアネ j e s d 所属のシエイナ、県在住の22歳、サッカー選手キング、ウドウや未成年者4人、 カンパニア州で、カゼルタ在住の24歳女性、バルロデッラルカーニア在住の25歳ウクライナ人、女性、プッラダ州で、ターラントケント、リーチェッラ在住の33歳男性などの感染が確認された。2月27日、トスカーナ州で、トレデルラーゴ在住の44歳男性、カンパニア州で、ナポリケン在住の一人、アブルツソ州で、 ロンバルディア州のブリアンツァ地域からロゼートデッリ、アブルッチに来た男性の感染が確認された。また、肺炎でリミニの病院に入院中の88歳のサンマリの住民の感染も確認された。同日、ロンバルディア州内で80歳以上の老人5人の死亡も確認された。2月28日、トスカーナ州で US ピアネーゼ ASD 所属の選手2人とスタッフ1人。 プッラデア州で、ターラント県在住の二人、カンパニア州で、カゼルタ県在住の一人とサレルノ県在住の一人、カラブリア州で、コゼンツァ県チェトラーロ在住の一人、ラツヨ州で、ベルガモを訪れていたフィルミチーノ在住の女性、トレンティーノアルトアディジェ州のボルツァーノ自治県で一人の感染が確認された。同日、ロンバルディア州内で80歳以上の老人二人と77歳の、 老人一人、エミリア・ロマーニャ州ピアチェンツァの病院で、ロンバルディア州住民の85歳老人と、ブッセイト在住の89歳女性が死亡。2月29日、ボルゴノーボ、バルティドーネの町長、ピエトロ・マッツオッキと副町長、ドメニコ・マッツオッキ、ラツヨ州で、フィルミチーの在住の女性感染者の夫と息子の感染が確認された。同日、エミリア・ロマーニャ州で、 ロンバルディア州在住の83歳男性とパルマ在住の81歳女性。リグリア州でサボーナ県ライグエリアのホテルに滞在していた88歳女性が死亡。3月1日、ロンバルディア州の経済開発評議員、アレッサンドロ・マッティンツオリ、ローマの警察官1人とカパネルでの消防士学校の生徒1人など、新たに566人の感染が確認された。また、 サルデーニャでも初の感染者が発生した。同日、ロンバルニア州のブレシアで、チーゴレ出身の87歳農民エミリア・ロマーニャ州のピアチェンツァで79歳男性と74歳男性、パルマで79歳男性と76歳男性の死亡が確認された。3月2日、カレン・ダスコの市長フィリッポー・ツァングランディ、カパネでの消防士学校の生徒1人、 ロンバルニア州でクーレーマの病院の医師と看護師、モリーゼ州でカンポバッソ在住の60歳女性など、新たに342人の感染が確認された。同日、エミリア・ロマーニア州のリミニでサンマリノ在住の88歳男性、ピアチェンツァで95歳女性、パルマでベルガモ在住の62歳精神科医、マルケ州のファーノで88歳男性の死亡が確認された。 3月3日、ミラノの裁判所の裁判官2人、カンパニア州で、サレルノにある高校の教師、イスキア島に滞在している1人、ラツヨ州で、ローマ県ポメエツヤ在住の10代学生2人など、新たに466人の感染が確認され、ウチロンバルデア州での感染者数は1500人を超えた。また、コモの病院に入院中の71歳男性が、 タクシーで帰宅する事態も発生した。同日、エミリア・ロマーニャ州のピアチェンツァで、市内在住の高齢者4人とロンバルディア州在住の85歳、女性、同州ローディ在住の77歳男性、パルマ県在住の70歳女性、ベネト州のメストレで79歳男性、リグリア州のサンマルティーノ・ディジェノバで、カスティリオ・ネダタ在住の86歳女性、 マルケ州のペーザロで60歳男性、プッィア州のホッチャでサンマルコインダーミス在住の75歳男性の死亡が確認された。3月4日、ピアチェンツ市長のパトリツィア・バルビエリ、エミリア・ロマーニャ州の健康評議員ラファエーレ・ドニーに、同州の国土産学評議員、バーバラ・ロリ、ミラノの警察官一人、ロンバルディア州ベルガモの病院で生まれたばかりの新生児、 エミリア・ロマーニャ州パルマ県のフォルノーボの基地に、駐在している、国家憲兵、ミラノハツ・ラ・ゴネグロ域の長距離バスを利用した、バジリカータ州在住の11人など、新たに587人の感染が確認された。同日、ロンバルディア州で、チニゼロ・バルサモ在住の84歳男性、エマルケ州で、アンコーナ県在住の85歳老人と、 ファーの在住の76歳老人、リグリア州のサボーナで79歳男性、ピエモンテ州のアレッサンドリアで80歳男性の死亡が確認された。3月5日、ミラノの裁判官一人、ディアのマリーナのホテルに滞在している、ブレンワーテディ、ソプラ在住の81歳と76歳の夫婦、ローマのサンフィリッポネリ病院に入院中の患者、 シチリア島エンナの病院の心臓専門医と外科医、ローディ県在住の息子と接触した鳥の在住の老夫婦など、新たに769人の感染が確認された。同日、ロンバルディア州で、ブレシア県ウルツィングオービ在住の69歳男性と90歳女性、リグリア州のサボーナで72歳男性、ピエモンテ州のノービリーグレで76歳男性、 ローマで87歳女性、プッリャ・ダ・シューで、ホッチャー県在住の76歳男性の死亡が確認された。なお、この日までに少なくとも5人のウルチヌ・オービ在住者が亡くなったことが分かった。3月6日、マテーラ県知事のリナルド・アルジェンティエリ、ベルガモ県知事のエリザベッタ・マルジアッキ、同県の政務官であるマウリツオ・アウリーエマ、ブレシア県知事のアッティリオ・ビスコンティ、レマン・ザッコの 市長ダニエラブリッツ、マッテオサルビーに上院議員の護衛警官一人、ラツヨ州ラティーナのパーティーに参加した10人、エミリア・ロマーニャ州ボローニャ・ケニー・モラのボーリングクラブの高齢者16人など、新たに778人の感染が確認された。同日、ピエモンテ州で、ノービリーグレの病院に入院中の81歳、女性。 アスティの病院に緊急治療で入院していた一人の死亡が確認された。また、バチカンで発生した患者は、イタリア国内の病院に移送された。3月7日、民主党党首、ラツヨ州知事、ニコラジンガレッティ、ナポリの海軍基地に駐在する、在洋米海軍兵士一人、ロンバルディア州地区評議会職員一人、バジリカータ大学の教授二人、 エミリア・ロマーニャ州ラベンナ在住の小2階、トレント自治県コドーニョ在住の高齢夫婦、トスカーナ州アレッツォ在住の教師など、新たに1247人の感染が確認された。同日、ピエモンテ州でポルトグルアーロの病院に勤務するマスイ会、フリウリベネレツヤ・ジュリア州のトリエステで87歳女性の死亡が確認された。また、アブルッツォ州で、すでに死亡した。 オルトーナ在住の男性の感染が確認された。3月8日、ピエモンテ州知事のアルベルトチリオ、ローディ県知事のマルチェロカルドナ、トラーボ市長のロドビコアルバシ陸軍参謀総長のサルバトーレ・ファリーナ、サルデーニャ島、オルビア在住の一人、ヌーオロ在住の一人など、全国で新たに1492人の感染が確認された。3月9日、 カステル・サン・ジョバンニ市長のルチア・フォンタナ、ペンネ市長のマリオ・センプローニ、ジャーナリストのニコラ・ポロ、サルデーニャ・島カリアリ、ヌーオロ、イグレージアス、アブルッツォ・シューペンネの病院の医師数人など、新たに千七百九十七人の感染が確認された。同日、ピエモンテ州のトリノで市内在住の七十六歳男性、マルケ州で八十七歳、男性二人と七十三歳女性、 ベネト州でサンフィオール在住の自転車選手、イタロデ・ツァン、トスカーナ州のピサで79歳患者の死亡が確認された。3月10日、AC レッチャーナ1919 19所属のアレッサンドロ、ファバリーなど、新たに977人の感染が確認された。同日、ピアチェンツァ市議会議員、ネリオパベシ、ピエモンテ州アレッサンドリア在住の高齢者3人、 ノバーラ在住の88歳女性、マルケ州ペーザロの病院に入院している94歳、患者、フリウリベネツィアジュリア州、ポルデノーネ県在住の89歳男性とウリネ県在住の93歳女性、ラツヨ州ラティーナ県フォルミア在住の82歳患者の死亡が確認された。三月十一日、会員議員のクラウディオ・ペドラッツィに、サッカーイタリア代表、 ユベントス FC に所属するダニエル・エルガーニ、プリダシュアック・アビーバ・デッテ・フォンティにある病院の医師、サルデーニャ・トーヌーオロの病院の医師と看護師15人、ビネト・州レンディナーラのフランシスコ会修道院の修道士4人など、新たに2313人の感染が確認された。同日、バレーゼ県の医師会会長を務めるブスト・アルシーチを在住の開業医、ロベルト・ステラ、 マルケ州在住の高齢男性3人と、ウルビーノ在住の87歳女性、トリエステ県在住の高齢者2人、ウーディネ県在住の103歳患者、ラサル在住の高齢者1人、ムラッソ在住の87歳患者、ソルティの在住の80歳男性、ボルツァーノ在住の85歳女性、ボルゴ・バルスガーナ在住の81歳女性の死亡が確認された。三月十二日、 会員のイタリアの同胞副議長、元サレルの県知事のエドモンド・チリエリ、サッカーイタリア代表で、UC サンプドリア所属のマノロが、ビアディーに、シチリアとパレルモ駐在のカラビネリ警察官8人、フィンカンティエリのムッチャの工場の労働者、トリノの印刷会社の従業員などの感染が確認された。同日、アスティの病院に入院中の元国会議員の、 ジョバンニ・ラビーノの死亡が確認された。3月13日、会員の民主党副議長、元スポーツ大臣のルーカ・ロッテイ、同盟所属のロンバルディア地域評議員、マルコ・コロンボ、UC ・サンプドリア所属のオマー・コリー、アルビン・エクダル、アントニーのラグ・ミーナ、モア・テントルス・ビート、同クラブ所属の石一人、アッコフ・フィオレンティーナ所属のドゥシャン・ブラホビッチ、タッチャの市長マリオ・コニオ、 グリンディジに停泊中のサンジュストに乗船していた、イタリア海軍兵二人、イタリア放送協会バーリ局の従業員一人、レッチェの刑務所の囚人女性一人、モンテワルキの学校に勤務するフィリーネ・バルダルの在住の教師の感染が確認された。同日、チェーネの町長,長ジョルジオ・バロティオの死亡が確認された。3月14日、保健副大臣で上院議員、ピエル・パオロ・シレーリ、 大学研究副大臣で、会員議員、アンナアスカーニ、アッコフ・フィオレンティーナ所属のパトリック・クトローネ、ヘルマン・ペッセージャと、同クラブ所属の理学療法士一人、UC サンプドリア所属のバルトシュベレシンスキとファビオ、デパオリ、エミリア・ロマーニャ州で、マレリのボローニャ工場の労働者二人の感染が確認された。同日、マッサの病院で、リッチャーナ・ナルディ在住の77歳男性、 モンテベロヨーニコ在住の北部マゼーラ出身の64歳男性の死亡が確認された。3月15日、ルッカ市長のアレッサンドロタンベリーに、ペーザロ在住のバスケットボール選手、マッテオ・マラベンチュラ、ローマの本部ビルに勤務するインフラウン優勝の職員一人、エオリア諸島のサリーナ島で北部から、サンタマリーナ・サリーナに帰った25歳女性と64歳の島民、 ナポリの病院の心臓リハビリテーション部門の医師の感染が確認された。同日、ロンバルディア州での感染者が1万人を超えた。また、建築家、ビットリオグレゴッティ、トルトーナの病院に入院中の88歳修道、女、サルデーニャ島カリアリ在住の42歳、自営業男性の死亡が確認された。3月16日、ローマ在住の CBS ニュースイタリア特派員。 セスドーン、カラブリア州駐在のイタリア放送協会記者一人、サルゲーニャ島カリアリの病院関係者三人、アブルッツォ州の12歳の子供、シチリア島シラクーザの病院の医師一人、バンレダオスタ州の医療関係者数人、ピエモンテ州トルトーナの修道院の関係者数人の感染が確認された。同日、ジェノバで、ロンバルディア州ミラノ県在住の90歳男性と、 同市内在住の73歳エクアドル人男性、ラスペツヤ県在住の87歳一人、ローマで3人の死亡が確認された。また、女優のジュリアナデシオが2月中旬に感染し、ローマの病院に入院した後、感知したことが分かった。3月17日、ナポリ市議会議員、マリオコッペイと、ユベントス FC 所属のサッカー選手、ブレイズ・マテューディ、 エラスベローナ FC 所属のマティアザッカーに、ピエモンテ州で司会者ピエロ・キャンブレッティとその母親、レッジオ・カラブリア県、ペスカーラ県とテーラモ県の住民多数の感染が確認された。同日、ベルガモ在住の65歳かかりつけ医の死亡が確認された。3月18日、ゾッポラ在住の生後5ヶ月の女の子、アリアーノ・イルピーノの死教と修道女2人の感染が、 確認された。同日、メッツォルドの村長ライモンド・バリッコ、ローディの開業医組合の事務局長、マルチェロ・ナターリ、ノーバ・ミラネーゼ在住の32歳男性バーテンダー、ソルフェリーの在住の65歳開業医の死亡が確認された。3月19日、モルターラの市長マルコ・ファッキノットマルケシュ・バーリの警察官5人と、その指揮官、ナポリの病院の救急医1人の感染が、 確認された。同日、コモの医師二人、クレーマ、クレモナ、ベルガモの医師各一人、マルケ州チンゴリ在住の医師一人、ナポリの廃棄物処理会社のアジア系従業員一人の死亡が確認された。三月二0日、モンティニョーゾ協長事案にロレンツェッティ、サンジミニアの在住の看護師一人、ローマとグロッタフェラータの二カ所の修道院の修道女五十九人、イスキア島にいる七人、 トレンティーノ在住の10歳以下の子供3人の感染が確認された。同日、ベルガモ在住の47歳、カラビニエリ兵士、ブレシアのスーパーマーケット従業員である48歳女性の死亡が確認された。3月21日、ユベントス FC 所属のパウロ・ディバラとそのフィアンセ、AC ・ミランのテクニカルディレクター、パオロ・マルディーニとその息子、ダニエル・マルディーニ、 ラツヨ州でクロッタ・フェンラータの修道院の修道所や警備員20人、コンテ首相のボディーガード1人の感染が確認された。同日、トレントの修道院で貧者のためのスープキッチンを営む47歳男性などの死亡が確認された。3月22日、シチリア島ウィッテアフラーティの老人ホームに入居している90歳女性、イタリア市民保護局の職員12人の感染が、 確認された。同日、ベルガモ在住の家庭医一人、ナポリ在住の法医官一人の死亡が確認された。3月23日、ランチャーノの病院の整形外科医二人、内科医二人、ニコジェヤアの病院の看護師四人、ペスカーラの病院で子供を含む約40人、シチリア島ウィッテアフラーティの老人ホームの数十人の感染が確認された。同日、 クレモナ在住の64歳感染症専門医、カッツァーゴさん、マルティーノ在住の73歳かかりつけ医、ロー儀在住の薬剤師、パルマで76歳の看護施設勤務医、カーゾリとパリエータ在住のランチャーの病院の患者2人、2月24日に感染が確認されたカルピ在住の62歳、ビジネスマン、前日に感染が確認された90歳女性が死亡、また、 プッレア州での死者は、前日の6人の6倍以上まで膨らみ上がり、37人となった。3月24日、ロンバルディア州特別顧問、元イタリア市民保護局トップのグイド・ベルトラーゾ、カゼルタ県在住の生後3ヶ月の乳児の感染が確認された。同日、カスティリオネ・メッセール・ライモンドの住民7人の死亡が確認された。3月25日、 ローマの病院の消化器科医師6人の感染が確認された。同日、ベルガモの保健所の公衆衛生担当者、ヴィンチェンツ・アーマト、ラベンナで、ロマーニャ水道会社の64歳管理職男性、カルタニッセッタ、アレッサンドリア、レッコ在住のかかりつけ医3人、トリノ在住の49歳司会、ナポリ在住の69歳かかりつけ医が死亡。3月26日、 冬地の施設利用者18人、サルデーニャ島ーヌーオーロの看護施設の医療スタッフ5人と、利用者13人、テーラモの病院の看護師32人と、医師8人の感染が確認された。同日、ベルガモに入院中の医師3人、ネットゥの在住の薬剤師、鳥の在住の開業医、ローマ市内在住の33歳モンテネグロ人、男性、ペスカーラ在住の49歳患者、 サンタナスタジーアの養護施設に入居していた高齢者3人、ルッカ在住の司会、ノバーラ在住のメディカルディレクターが死亡。また、リミニで101歳の患者1人が回復し、退院した。3月27日、パドバの病院のスタッフ多数の感染が確認された。同日、一般会業医連盟のレッコ地方評議員、ベルガモ在住の医師2人、ジェノバの病院の内会、 ペーザロエウルビーの県医師会の評議員である、呼吸内科医と、同県在住の内科医、ピアチェンツァ在住のかかりつけ医二人と小二科フェデリコニセイナポリ大学の医学教授、心臓専門医、サンセベーロ在住の五十九歳刑務所駐在医師が、死亡。同日、イタリアでの感染者数は中国を上回った。三月二十八日、クラスターのあるネイロラに住んでいる、リエティ県、 パッソコレゼにあるアマゾンドットコムの配送センターの従業員一人の感染が確認された。同日、ビラノーバダスティとピゾーニエの基地に駐在していたカラビニエル司令官二人が死亡。また、ジェノバで102歳の女性患者イタリカグロンドーナが回復し退院した。3月29日、ボルゴマネーロの老人ホームに入居していた高齢者4人が死亡。三月三十日、 ローマ市教区の数奇教。3、ジョバンニンラテラの大聖堂の大祭司、アンジェロデドナティスの感染が確認された。同日、ベルガモとフォルリの医師2人が死亡。3月31日、メッシーナ在住の家庭医、セレーニョ在住の心臓専門医とローマ在住の婦人会の医師3人が死亡。<laughs> EN2020 イタリーカーナバイラスラクダウンも、 参照2020年1月31日、イタリア政府は非常事態を宣言した。2月22日、以下の自治体に感染者が多数発生していたので、イタリア当局はこれらの自治体を封鎖し、住民の出入りを制限していた。2月23日、北部数州の政府は、州内の学校、美術館、劇場、映画館などの閉鎖を命令した。ベネツィアのカーニバル、 イブレアのカーニバル及びスポーツ試合などの行事も中止となり3月までに再開できなくなった。また、イスキア島にある6つのコムーネの村長は連名で中国及びベネトロンバルディア州に過去14日間に滞在した人に対して上陸拒否命令に署名したがナポリ県知事はこの命令を違法の措置として取り消した。シチリア島のポッザロに上陸した。 難民274人もラグーザで2週間の健康観察を受けることになった。3月7日、イタリア政府は新しい緊急事態法令を発表。すでに封鎖されたロンバルディア州の10自治体とベネト州の1自治体の他に感染者が多数発生していた以下の県の全自治体をレッドゾーンとして指定していた。4月3日までに該当自治体の住民の出入り、学校、 スキーリゾートの閉鎖、スポーツ、行列、結婚式、葬儀などのイベントの中止、バーレストランなどの営業制限が命令された。封鎖対象都市には、ミラノやベネツィアといった大都市も含まれ、1600万人のイタリア国民が移動制限の対象となった。ミラノにいる外国人や市民は脱出するために、ミラノ中央駅やバスターミナルなどに集まった。 大勢の脱出者の流入を予想していた中南部各州の知事は撤回を要求すると同時に北部から到着する人々への権益を強化すると指示した。また、モデナ、パドバ、マテーラやカセルタなどの刑務所では囚人らが暴動を起こしており、フォッチャでは囚人が脱走する事態も発生した。3月8日。 イスキア島とプローチダ島が所在するカンパニア州の知事は島へ渡航する乗客に対して健康状態をチェックする命令に署名した。3月9日夜、ジュゼッペ・コンテ首相は翌10日の朝より中北部地域に限定してきた移動制限措置をイタリア全土に拡大すると発表。さらに3月11日夜、コンテ首相は テレビ放送で食品など必需品の店と薬局以外のすべての店を翌12日から25日まで閉鎖すると発表した。3月10日、ローマのトレビの泉の入り口には一時トラテープが貼られ、訪問が禁止となり、バチカンのサンピエトロ広場も閉鎖となった。3月12日、ミラノのリガーテ空港が閉鎖された。3月13日、コーミゾ空港が閉鎖された。また、 リミニ・サンマリノ間の国際バスの運行も停止となった。シチリア島のすべての医療機関では外科手術が停止された。3月15日、感染者が急増するカンパニア州、アリアーノ・イルピーの全域の出入りが禁止された。3月17日、パオラ・デ・ミケーリー・インフラ運輸大臣は、あらゆる交通手段で帰国した人を14日間、隔離すると義務付ける政令に署名した。同日、 サルデーニャ州知事は7月31日までの緊急事態を宣言した。また、感染者数が急増するカラブリア州のモンテベンド、イオーニコとサンルーチド全域の出入りが禁止された。3月18日、セルジョ・マッタレ・ラ大統領は、クーラ・イタリアと呼ばれるコロナウイルスの感染拡大に対する緊急措置を取る、法令に署名した。一方、今まで感染者が発生していなかった、 プッリッテア州のアプリチェーナでは、人の入域を禁止していた。3月21日と22日、カラブリア州政府は、クトロ、ロリアーノ、サントステーファノディロリアーノの閉鎖を宣言した後、州全体の閉鎖を決定。また、カンパニア州でも入域者に14日間の隔離義務をつけた。3月24日、感染者が急増するシチリア州、ビルッタフラーティ、アブルッツォ州カスティレンティ、 エイリチェ、カスティリオネメッセルライモンド、モンテフィーノ、ビゼンティ、アルシータなどの出入りが禁止された。3月25日、ラツヨ州ネエロラでは、人の出入りが禁止された。3月26日、内務大臣、ルチアナラムジュは、内務省の決定として、メッシーナ市長、家庭ので、ルカの行為を、刑法、第290条違反と非難した。 二十五日、ルカ市長は、ウイルスのシチリア上陸を阻止しようとして、海峡横断フェリーの寄港を一切許可していなかった。ため、多くの島内出身者は、メッシーナ海峡向こう側のレッジオディカラブリアで足止めとなった。三月二十七日、モリーゼ州のモンテネーロディビザッチャ、リッチャ、ベナフロ、ポッツィリ、チェルチェマジオレ、バジリカータ州のモリテルのトリカーリコ、イルシーナ、 グラッサーノでは人の出入りが禁止された。2020年3月5日時点で25,856件の PCR 検査を行い、陽性は2,423人。多くの病院の外でテントが張られ、トリアージセンターとして使われていた。コンテ首相とウイルス学者のイラリア、カプア、疫学者ピア、ルイージ・ロ・パルコの3人は PCR 検査で多くの人を検査したため、 多くの症例が見つかったと説明した。イタリアの医療制度は地域に根ざした国民医療サービスだが、最近、医療費は禁縮策で削減されていた。政治研究者のセレーナ・ボルピも、もし、これまで公的医療に多くを投資していたなら、犠牲をもっと減らすことができていたはずです。この危機が去った後私たちは、公的医療制度を支える医師と看護師の献身的な、 仕事ぶりを思い起こすべきですと述べている。集中治療室のベッド数が満杯の場合、発症者を多く受け入れている病院を新型コロナウイルス専用病院にしたり、また感染者が少ない地域の医師が流行地域の医療機関を助けることなどが提案されている。詳細は2019年コロナウイルス感染症による社会経済的影響イタリアを参照3月5日。 セルジョ・マッタレ・ラ大統領はダイヤモンド・プリンセス号の船長にイタリア共和国功労勲章を授与した。3月9日、アルマーニグループは北部地域の病院や研究所に対して合計125万ユーロを寄付した。3月下旬、大量の死者が出た北部のベルガモ県などでは看護家が足りなくなる事態が発生した。ベルガモやピアチェンツァの地元新聞では 数ページの訃報だけを掲載したこともある。ありがとうございます。